最近寒くなってきたね。そうだね。でもラミーがいたところはもっと寒いところだったからまだ平気かも。全然いけちゃう。ラミちゃん強いな。私冬眠したいし。はぁ。そっか。ラミちゃんち雪国だもんな。でもこっちの寒さは、うちの寒さとは少し違うかな。なんかどっか寂しいような。でも、今は寂しくないでしょ？え？ほら、私とかいるし。みんなもいるじゃん。うん、そうだね。ぶったりっとも！今日は何の日か。知ってますかー！ええ、びっくりした。どうしたの、ねねちゃん。見て見て！今日に向けてこんなにお菓子買ってきたん？今日ってなんかの日だっけ？ん？差し入れならもらうけど。え？二人とも知らないの？今月最後。明日は11月？誰かの誕生日？あ、そうだ、先輩の誕生日。それだ。あれ、そうじゃなくて、それもあるけど、あ、みんな知らないんだね。違う違う。今日は、ハロウィン！おかえり。おかえり、おまるん。ね、ナナの見せ場！今日はハロウィンだから、早めに帰ってきちゃった。ハロウィン？そう！ハロウィン！お菓子を食べて、コスプレをして、そんな、わちゃわちゃするイベント。あれ？ねね、説明まだしてなかったのか。てか、二人とも知らないの？どうしよう、全然わかんない。つまり、若者のイベント？まあ、いろんな話があるみたいだけどね。かぼちゃも買ってきたよ。さすがおまる。かぼちゃ、どうすんの？当時？これを、こうして、くり抜いて、顔にして、おー、中にランプを入れます。かわいい。そしてこれをお家の外に飾るんだ。で、結局、何をするイベント？はい、たくさん仮装の衣装も用意してきました。わー、これ、魔法使い？これは、包帯。こっちは、お化け？かわいい。つまり変装するの？まあそんな感じかな。これを着て仮装して先輩たちの家に行ってトリックはトリートって言うとお菓子をくれるんだよ。それだけでお菓子が？ちなみにトリックはトリートっていうのはお菓子をくれなきゃいたずらするぞって意味。ああ、じゃあねねちゃん、トリックはトリート。え？ああ、このお菓子で我慢してししろ。肉がいいな。そうだ、先輩たちに配るお菓子もいっぱい用意したから、準備したらみんなで早速出かけるよ。もう夜だね。じゃあ準備するか。初めてのイベントをみんなでやるのワクワクする。じゃあみんなでハッ